西瀬戸自動車道新大の道大橋2010年国土交通省国土画像情報をもとに作成新大の道大橋は広島県尾道市にある道路橋瀬戸内海に浮かぶ向こう島と本州を結ぶ西瀬戸自動車道島並海道を構成する自動車専用橋梁である1999年5月供用開始 本州四国連絡橋尾道今治ルートの本州側起点にある橋で、この橋の東側55メートル地点に並列して、尾道大橋があり、共に、しゃばり橋である。しまなみ海道は、他の本州四国連絡道路と違い、瀬戸内海横断自転車道として自転車歩行車道が整備されており、尾道大橋には、歩道が整備されているのに対し、新尾道大橋は、 それがない自動車専用道路である。ただ、尾道大橋の歩道福員が狭いため、歩行者や自転車及び原付の都会には橋を利用せず、都線の利用が進められている。国道2号の尾道大橋入り口から、新尾道大橋に侵入することはできない。そのため、国道2号線から、島並海道への案内標識は、尾道大橋を渡った先の、山向島になっている。 本市連絡高速道路、通行料金表参照本州四国連絡道路が、計画された当初は、小道大橋のみでその役割を担うものと、考えられたが、西瀬戸自動車道の正式事業整備に、伴い将来的な交通量増大が懸念された、ことから、小道大橋を、地元住民が使う地域の道とし新しい橋で、広域交通を担うものとして、役割分担する計画が立てられた。 そこで、尾道大橋に並行する形で計画されたのが、この新尾道大橋である。新たな橋が、尾道のシンボルとなった、尾道大橋との調和とランドマークとしての創造をテーマに、協力形式を検討された。ただ2橋は福音に違いがあるため完全に同じ橋とすることができず、似たシャバリー橋とするか、エクストラドーズド橋、フィンバック橋、 紅白下駄橋の全く違う形式の橋とするかで検討された。総合的に評価した結果にたシャバリ橋である。一本塔、柱シャバリ橋一面吊り七本ハープに決まり、さらに二橋の士間割、と頂高さ、と装飾を揃えることになった。さらに尾道大橋と近接していることから、台風安定性のため工夫されており、例えば首藤断面形状や、 扁平六角形の桁はそこから決定したもので、道路縦断線形は、肩勾配や士官中央が高い女み勾配では、なく士官中央に向かって、V 字上に下がる勾配と珍しい構造をしている。新しい技術として、箱桁内部の塗装をせず、空気を循環させることにより除湿死亡錆びするシステムを、試験的ではあるが国内で初めて導入した橋でもある。ありがとうございます。